そういう人だったんだよ、ママは。それで、それでな、ママは。なんだお前まで。悪かったな。ちょっとママのこと思い出したんだ。よし、じゃあ話の続きだ。ママはな、その頃演劇をやりたがってたんだ。渚、演劇というのは見つけたよ。やっと見つけたんだ、俺にしか守れないもの、俺にしか守れないかけがえのないもの。それはここにあった。